はいどうもこんにちは、まみよしです。昨日の動画でエアタグの紹介っていうのをしたんですけれども、結構プライバシー関連だったり、盗難対策についてね、コメントの方来てたりしていたので、今回はそれについて補足の方をしていきたいと思います。まずこちらのエアタグどういうものかというと、持ち物にね、このコイン状のタグっていうのをつけます。そうすると、日本にいる iPhone ユーザーとかの Bluetooth に反応して、位置情報を Apple のサーバーに送ってくれる。で、その Apple のサーバーから自分の iPhone に情報が来て、その持ち物の場所がわかるっていった感じですね。で、メリットとしては、こちらのエアタグ 4G 通信とかが必要ないので、月額の維持費っていうのが無料になってます。なんですけども iPhone ユーザーっていうのが日本にたくさんいるのでほぼほぼリアルタイムでそのものの位置情報を把握できるっていった感じですね。例えば家の中で AirTag がついた鍵とかバッグとかの場所を見つけたいとき、そういったときは iPhone 上の探すのアプリを開きます。そうするとこんな感じで物がどっち方向にあって何メートル先にあるのかっていうのを知ることができます。ただこの機能に関してはこちら正確な場所を見つける機能に対応するデバイス U1 チップを搭載した iPhone11 シリーズと12シリーズのみになってます。ただですね、こちらにスピーカーマークあると思うんですけども、このボタンを押すことによってこの AirTag の中にあるスピーカーの音っていうのが鳴ります。なので例えば iPhone X とか対応してない端末でもこの音を鳴らすことができるので、まあ家の中ぐらいだったら見つけることできるかなと思います。そしたら次は自分の iPhone から探したいものが離れてる場合、自転車、鍵、傘、バッグなんかにつけてますね。でこれの探し方としてはさっきと同じように探すアプリを開くとこんな感じでね表示されます。で近くに iPhone ユーザーが通った時にその物の位置が更新されるので、まあ例えば誰かが持ってたりするとこの位置っていうのもだんだんと動いていきます。こんな感じでねリアルタイムで追跡されるんだったら、誰か追跡した人のバッグとかにこっそり入れたら追跡できるんじゃないかっていう質問があったんですけれども、しっかりね不要な追跡に使われないように設計の方をされています。じゃあストーカーされる人が iPhone ユーザーだったとします。そうすると持ち物に紛れ込んでいても iPhone 上にねアラートっていうのを表示してくれます。これは知らない人の AirTag と iPhone が同時に移動してる時にアラートを表示してくれるらしいです。なのでこの時点で iPhone ユーザーだった場合はバッグの中に入ってるってなってそこから捨てたりすることができます。なので iPhone ユーザーの場合は、全然 OK ですね。で続いて質問にあった、もしストーカーされる人が Android ユーザーだった場合、はい、その場合はこちらですね。見つけられない場合っていうのは多分ね iPhone のことだと思います。 AirTag が移動してる時に近くに iPhone を見つけられない場合、そういう場合は AirTag が音を鳴らします。まあ、ピッピーっていうアラートみたいな感じですね。なのであれなんかバッグから音がするって言って AirTag が入ってたらそれを捨てるみたいな感じなので、まあ、追跡される側が iPhone でも Android でもしっかり追跡されることはないかと思います。じゃあ自分のバッグに AirTag がついてる時って AirTag 自体が移動してますよね。そういった時にじゃあアラート鳴らないのっていう話なんですけども、この時っていうのは自分の iPhone ペアリングした iPhone と一緒に入ってるので音を鳴らすっていうこともないです。はい、そして逆に iPhone だけ持って家に AirTag がついたものを置いてってる場合も AirTag 自体が移動してないので音が鳴るっていうこともないです。これよく考えられてるかなと思います。次は AirTag 盗難対策としてしっかり使えるっていう話なんですけども、これはね 7-8 割使えるっていう感じですかね。普段盗まれやすい自転車だったりバイク、そして車に限定して今回話していきたいと思います。はい、じゃあまず自転車の場合、自転車の場合っていうのはつける場所っていうのはこういったボトルケースの中に入れておくとか、あとはねここの裏の部分に見つかりにくい場所につけておくとか、そんなつけ方がいいかと思います。でもし盗んだ人が iPhone ユーザーの場合はこの盗んだ人の iPhone に通知が来ます。今までの位置を追跡されてるので、ここでねちょっと盗むのやめようって言って逃げるかもしれません。逃げてこの自転車を捨てたとしたら、その捨てられた自転車の近くに普通のね iPhone ユーザーが通れば、その捨てられた場所も分かって犯人も逃げてるので、まあ自分のね元に戻すことができます。これでね結構盗難対策っていうのはできてます。でその AirTag を見つけてどっかにぶん投げた場合っていうのは、まあそこまででね追跡っていうのは終わってしまうのでちょっときつくなります。まあ、なので、盗んだ人が iPhone ユーザーの場合っていうのはまあ五分五分かなっていった感じ。続いて盗んだ人が Android ユーザーの場合はアラートっていうのが AirTag からなります。でさっきねボトルケースとか自転車の下の方に入れておいた方がいいよっていうのは、そのアラートが下の方でなります。この自転車で走行中、まあ、バイクとか車もそうなんですけど、そういった時はね音量的に気づかなかったりするかと思います。そういったらその盗んだ先までねこちらの AirTag が追跡してますので、そこに行って
自転車を回収したり、まあ、警察に通報したりできるので、そういった場合はね、かなり防犯対策としてはしっかりしてるんじゃないかなと思います。で、今回こちら自転車で説明したんですけども、バイクとかだとね、さらに走行音っていうのが大きいので、なおさらね、 Android ユーザーの場合は気づかないかと思います。バイクだとね、こういった自分じゃ取りづらいところ、ネジを開けてじゃないと取れないところとか、そういったところに入れておけば、わざわざ外してとかするのはちょっと厳しいと思うので、その時点で逃げるかなと思います。で、車の場合だったらトランクとかですかね。トランクだったら走行中ね、 Android ユーザーの場合はまあ、ほぼほぼ気づかないんじゃないかなと思います。iPhone ユーザーだと通知が来て、どこだどこだってなるんですけども、まあ、iPhone X 以前の場合は場所がわからない。iPhone 11、12の場合は、この機能を使って場所っていうのはまあ、把握できるんですけども、トランクは開けなきゃいけなくて、その時間にね、捕まったりする可能性っていうのもあるので、まあ、大体の人は逃げるんじゃないかなと思います。で、そしたらまた iPhone ユーザーが近くに通って、車の位置っていうのも把握することができます。まあね、鍵とかかけてでもね、100% 盗難対策っていうのは言えないので、まあ普通のね、防犯グッズ並みには盗難対策っていうのできるんじゃないかなと個人的に思ってます。まあ自転車だったらこういったフレームの中に入れることもできるのかな。ここの捨て目の部分外して入れるとか、この辺は工夫して普段外せない場所に取り付けておくのがいいかな。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのエアタグ、忘れ物防止としても使えるし、盗難対策としてもね、個人的には使えるかなと思います。そして何よりこれ、エアタグが出てきたことによって、泥棒側もね、ちょっと気を使って盗難とかするようになると思うので、盗難の件数自体も少なくなってくるんじゃないかなと思います。他にもね、考えればいろんな使い方出てくると思うので、ぜひね、皆さん思いついた使い方があればコメントで教えてください。参考にします。ということで、僕はね、エアタグ買って、実際にさっき説明したね、盗難対策だったり忘れ物防止の検証っていうのもね、動画化したいと思ってますので、エアタグ気になる方はぜひチャンネル登録お願いします。以上、バイ。